梅地ミランから1951年は、旧道家、無衛新月流の海祖、大分県生まれ、釈宗園に支持自然の修行を積み、休日は立花流を治めた。禅と弓が一体となった、休日、弓禅一味を思考して3000人の門弟を育成した。梅地は、休日以外にも、剣術をはじめとする武芸百般に通じていた名人である。本名は、 山本久志六、虎道、天竜屈とも合した。九歳で、演楽寺に入り、二十四歳の時、釈草園より因果を受ける。明治四十二年から大正五年までの七年間に、柔、剣、居合、馬などの武術と、書、浄瑠璃、俳句、茶の湯などの芸道を修行。いずれも結出したという。書は、草壁明確に学んだ。大正五年、 立花流休三32代の羽賀岩淳と出会い、その後2年で33代を継ぎ、事実上、無縁新月流を開く。大正15年、梅地武善道場を大阪美濃に建てる。昭和9年、武善を創刊した。旧道の歴史においては、神道や儒教、神言密教などの教えが強く、禅との関係が言われたのは、大正後期から昭和初期にかけて、 梅地のほか、大平善造、阿波県つくじらによってであるが、弓前一味の思想を最も鮮鋭に打ち出したのは、梅地である。ありがとうございます。